どうもこんにちは、ニノです。今回は2023年7月の物流ニュースをお届けします。海上運賃の上昇、大手船会社の動向、 DX について解説をしていきます。それでは行ってみましょう。マースク、 CMA、 CGM、 アジア欧州向けの運賃を大幅値上げ。貨物需要が不安定の中、マースクと CMA、CGM はアジアから欧州向けの運賃を値上げする方針で発表しました。マースクの40フィートあたりの値上げは1300ドルから1900ドルまで、CMA、CGM は20フィートあたり1075ドル、40フィートあたり1950ドルまで引き上げる予定です。マースクの値上げの理由として、高品質なサービスを維持するために必要な措置として説明されています。貨物需要が伸び悩んでいる現在、ピークシーズンでの貨物増加の見込みは低く、ピークシーズンサーチャージの上乗せをするのが難しい状況です。そんな中、高品質なサービス維持として値上げに踏み切った背景もあるのではないかと報じられています。今回の両社の値上げは、個人的には業界関係者から好意的に評価されるのではないかと思っています。値下げ競争が適正価格の維持を難しくしている中、値上げがサービスの維持に役立つとの見方が強いと思われます。この値上げが業界にどのような影響を与えるのか、また荷主がこれにどのように反応するのかが興味深い点です。値上げの成功により、他の船会社も類似の戦略を模索する可能性も考えられます。荷主と船会社の状況も観察しつつ、今後の海上運賃市況の動向に注目していきたいと思います。北米向けコンテナ運賃が300ドル上昇。北米向けのコンテナ運賃が年初来高値を記録しました。7月14日付の上海港運交易所がまとめたデータによると、アジア発北米向けスポット運賃は40フィートコンテナあたり1771ドルで、前週比で300ドル以上の値上がりがありました。アジア発東海岸向けのスポット運賃も2662ドルで300ドルの値上がりです。値上げの背景として、アメリカの FRB の利上げ政策による経済調整と中国経済の不安定さが影響している可能性が示唆されています。6月半ば頃に FRB の利上げは今後2回必要とされていましたが、最近利上げは1回という見通しも強まっています。利上げが1回にとどまれば、経済の引き締めは緩和されていくでしょう。海上運賃はアメリカ、中国、ヨーロッパの経済に大きく影響されます。今後スペースが不足する可能性は低いと思いますが、市況の変化によってスペースの確保や貨物の運搬計画に影響が及ぶ可能性があるため、適切な対応が求められます。引き続き市況を注視し、適切な運賃戦略を模索していくことが求められるでしょう。 CMA CGM がコンテナ船体で世界2位へ。 CMA CGM がコンテナ船体で2位を視野に入れています。コンテナ船体規模は現在1位が MSC、 2位がマースク、3位が CMA CGM となっています。 CMA CGM の運航船体は626隻、349万 TEU、2位のマースクは682隻、413万 TEU です。CMA CGM は現在120隻、120万 TEU の発注残があり、新しい船に投資していることがわかります。一方、マースクの発注残は33隻、40万 TEU で、船への投資を控えているようです。マースクはトータルロジスティックスを強化し、ドアツードアでのサービス提供に力を入れています。CMA CGM の新造船の投資が進む一方、1位の MSC も現在118隻ほどの発注残があります。コロナ前は船会社の市況は厳しく、コロナ禍で深刻なスペース不足が起こり、利益を得た船会社は新造船へ次々と投資し始めました。今年2023年は新造船竣工ラッシュであり、それでもまだ現時点で CMA CGM だけでも120隻の発注残があります。コロナを通しても分かるように、船会社はとてもボラティリティが高いビジネスを運営しています。コロナ禍では海上運賃が急騰しましたが、コロナ前は価格競争の激化で赤字が続く船会社も少なくありませんでした。今後船舶の供給過多により価格競争が厳しさを増していくことも懸念されています。 CMA CGM がマースクを抜いて2位になったとき、それぞれの戦略の違いがどのように市況に影響を与えていくのか、情報をアップデートしていきます。イスラエルの船会社ジムのデジタル戦略、物流とフィンテックに注目。イスラエルの船会社であるジムラインがスタートアップ企業との連携を強化しています。ジムラインはスタートアップ企業のフォーティーシーズと協力し、貿易金融プラットフォームを通じて柔軟な支払いオプションを提供しています。このプラットフォームはシップナウペイレイターというコンセプトのもと、輸出者は迅速な代金を受け取り、輸入者は支払いの延期が可能です。さらに顧客はジムラインのインハウスデジタルフォワーダー、シップフォワードを利用すると、輸送料の支払いを最大90日間延期が可能となります。また対象を満たす顧客はフォーティーシーズの予診枠を使い、融資を受けることができます。貿易と金融の組み合わせは新しいビジネスの戦い方として注目されています。イスラエルは多くのスタートアップ企業が存在し、若者も積極的にスタートアップをしていきます。そうした環境下で船会社がスタートアップ企業と連携していくことは新しい戦い方ではないでしょうか。規模が物を言うコンテナ業界では、
大手にはなかなか太刀打ちができないため、それ以外の部分で差別化を図り生き残っていく戦略を模索する必要があります。ジムラインの取り組みや物流業界のデジタル化に今後も注目です。オランダアントワープ港が港湾の自動化デジタル化に投資。ヨーロッパのハブ港であるオランダのロッテルダム港とベルギーのアントワープ港がデジタル化と自動化に投資しています。ロッテルダム港のコンテナ取扱い量は昨年1445万 TU で、今後10年で800万 TU の追加があると予想されています。またアントワープ港は去年が1350万 TU、 10年後までに750万 TU の増加が見込まれています。このおよそ 60% の取扱い量の増加に向け、デジタル化や自動化への投資が進んでいます。アントワープ港はすでにカメラ、ドローン、レーダーなどのインフラの拡張を進めています。今回の拡張ではAI 搭載のスマートカメラが港湾エリアを監視し、リアルタイムで港湾の様子を把握できるようにし、効率化と安全性の向上を図ります。ヨーロッパではエコやデジタル化が進んでおり、これからの時代、自動化やデジタル化は必須となっていきます。港が止まってしまうとサプライチェーン全体に影響が及ぶため、港への投資は必要不可欠でしょう。今後も動向をしっかりと見ていきましょう。今回のニュースはいかがだったでしょうか。経済状況や各船会社、港の投資など市況は目まぐるしく変化しています。それぞれに適切な戦略を立てることが重要となりますので、今後も引き続き情報をアップデートしていきます。今回は以上となります。どうもありがとうございました。このチャンネルでは貿易や国際物流に関することをできるだけ詳しく解説しています。貿易のお仕事に興味のある方や、すでに貿易のお仕事をされている方たちのために参考になればと思い更新をしています。また企業様の新人研修や貿易研修などにご利用いただけますと幸いです。そしてタイの物流は飯野さんまでお問い合わせください。チャンネル登録、高評価、コメントなどをいただけますと、これから更新していく励みになりますので、何卒よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。